西田英希は、日本の特農家。風来代表、日本一小さい専業農家と言われている。石川県の三市の農家に生まれる。1991年、石川県立小松明宝高等学校を卒業。1992年、日本大学国際関係学部を卒業、バーテンダーワーキングホリデービジネスホテルチェーンとして3年間勤務。その後、帰京し、 1999年知識ゼロから、収納、再園生活、風来を企業。2013年、無肥料栽培を実践。小さい農業で稼ぐコツ加工、直売、幸せ家族農業で 30A1200 万円、著、西田英樹農産漁村文化協会。2017年3月18日閲覧。こんな時代だからこそ、 脳が輝く日本一小さい専業農家の挑戦。公益財団法人、石川農業総合支援機構。2017年3月18日閲覧。西田英樹。日本食べるタイムズ。2017年3月18日閲覧。小さい農業で稼ぐコツは、現代の宮沢賢治と評される風来の西田英樹氏の初出版書籍。 新しい農業のビジネスモデルを記す教科書になるだろう。ン田ミキオ、2017年3月18日閲覧。日本一小さな専業農家風来。2017年3月18日閲覧。ありがとうございます。